シェーン・パトリック・ビクトリーノは、アメリカ合衆国ハワイ州出身の元プロ野球選手。祖父は日本人、祖母は中国人、父はポルトガル人、母の旧姓は中橋。同じく現プロ野球選手の金子宛シェイラは重定。1999年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから6巡目で指名され、入団。2002年に、ドジャース参加最多の45盗塁を記録。 2002年のシーズンオフにルール5ドラフトでサンディエゴパドレスからの指名を受け移籍した2003年4月2日のジャイアンツ戦でメジャーデビューを果たしたマウイ島出身者では78年ぶり2人目のメジャーリーガーとなったが5月23日にパドレスはゲイリー・マシューズ・ジュニアをウェーバー工事を経て獲得したためビクトリーのは25人ロースターから外れた打率は 151だったが、7盗塁は5月22日時点で、チーム最多だった。パドレスの25人枠から外れたため、2003年5月28日に、ドジャースへ復帰した。2004年は、ドジャース参加の AA 級のジャクソンビルと、トリプル A 級のラスベガスでプレー2004年12月13日のルール5ドラフトで、フィラデルフィアフィリーズから指名され移籍。 2005年は、トリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリー・レッド・バロンズで打率。310.18本塁が、70打点を記録し、インターナショナルリーグの最優秀選手に選出された。セプテンバー・コール・アップで、メジャー昇格を果たし、同年はメジャーで21試合に出場。フィリーズ時代2006年は5番目の外野手として、開幕を迎えた。アーロン・ド・ワンドが、故障者リスト入りした5月は、 中堅守として先発出場し、ボビー・アブレイユが7月31日にニューヨーク・ヤンキースへトレード移籍以降、ビクトリーノはその後釜として先発出場した。2007年は右翼手のレギュラーに定着して131試合に出場し、自身初となる規定打席到達を達成。打撃面では打率。281.12本塁が46打点。 37盗塁という成績を残した。5月3日から5日にかけて1997年のオマービスケル以来となる3試合連続複数盗塁を記録している。2008年ワールドシリーズ優勝パレードにて、アーロン・ド・ワンドの遺跡とジェフ・ジェンキンスの加入に伴い、2008年は中堅守として出場、同年は146試合に出場して、打率。 293.14本塁打、58打点、36盗塁を記録。守備面では、自身初のゴールドグラブ賞を獲得した、ミルウォーキーブルワーズとのディビジョンシリーズでは、357という打率を記録、ドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率、222に終わったものの、4安打のうち本塁打と3塁打を、それぞれ1本ずつ放ち、6打点を記録した。 タンパベイレーズとのワールドシリーズでは打率250に打点を記録した。プレイオフ通算では14試合に出場して打率269に本塁が13打点3盗塁という数字を残した。2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは打率292 10本類打、62打点、25盗塁を記録。自身初のオールスター出場を果たし、MVP 投票でも18位にランクインしたほか、2年連続でゴールドグラブ賞に選出された。WS では、ニューヨークヤンキースに敗れはしたものの、ビクトリーの自身は、プレーオフを通じて、前年を上回る打率。293、3本類打という数字を残した。シーズン終了後、 ビクトリーのは2010年の年俸として580万ドルを要求。これに対して球団側は475万ドルを提示したが、年俸調停を避け、3年総額に200万ドルで契約延長した。2010年は2年連続での2桁3塁打、自己ベストの18本塁打、69打点を記録したが、一方で打率は メジャーデビュー年の2003年に記録した数値に次ぐ低さとなった。これは、長打志向が強まったことに加え、胸の借金を痛めていたことが原因である。2011年は、自己最多を更新する1 6三塁打を記録、2年ぶりのオールスター選出も果たした。2012年7月31日にジョシュリンドブロム、イーサン・マーティン、 スティーブン・ハレントの1対3のトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍したオフの10月29日に FA となった2012年12月13日に3年総額3900万ドルの契約でボストン・レッドソックスに入団した2013年開幕前の2月27日に第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出され2大会連続2度目の選出となった シーズンでは5月12日のトロントブルージェイズ戦で左ハムストリングを痛め、その後も5試合に出場していたが、5月21日に戦列を離れ、5月24日に故障者リスト入りした。6月8日に復帰、8月5日には7月5週目のアメリカンリーグプレイヤーオブザウィークに選出された。ポストシーズンではリーグチャンピオンシップシリーズ第6試合の7回裏に、 マックス・シャーザーからグリーンモンスターを超える逆転満塁本塁打を放ちチームのワールドシリーズ進出を決めた10月29日に4度目のゴールドグラブ賞を受賞した10月30日にレッドソックスはセントルイスカージナルスとのワールドシリーズを制覇しビクトリーノは自身2度目のチャンピオンリングを勝ち取った2014年3月31日に左ハムストリングの故障で 15日間の故障者リスト入りした。4月24日に復帰し、復帰後は21試合に出場したが、5月24日に再び15日間の故障者リスト入りした。7月19日に復帰し、9試合に出場したが、8月1日に腰の故障で15日間の故障者リスト入りした。以降はメジャーに復帰することなく、この年は30試合の出場にとどまった。この 左ハムストリングから背中にかけての故障の影響で、左打席に立てなくなり、翌年から登録を右打ちに変更した。2015年7月27日、ジョシュラ・トリッチとキンセムのトレードでエンゼルスに移籍した。移籍後は38試合に出場したが、打率。214.3打点という打撃成績に終わり、打撃不振だった。レッドソックス時代との通算成績は、打率。 230.1本塁打、7打点、7盗塁というものだった。エンゼルスでの守備成績は、外野3ポジションの内レフトが最多の29試合であり、守備率95、957DRS-2 マイナスだった。11月2日に FA となった。2016年2月26日、シカゴカブスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として、 参加することになった。ありがとうございます。